皆さんこんにちは。今日はね、週末に8分の1エンジンレーシングカーの全日本を控えたね IFS にやってきました。もうこれ今日は水曜日の夕方なんですが、今日ぐらいからね、メーカーワークスチームはだいたい現地入りして全日本に向けた調整を行ってるって感じです。いやもう水曜日ですけど結構お客さんいますね。もうね、今日の走行はあと30分くらいで終わりって感じなので、まあちょっと軽くピットとね走行をチェックしてみたいと思います。まあちょっとねエンジン音がうるさいんでね、僕の声が聞こえてるかどうかは心配なんですが、いやみんな攻めてるね。はい、ではゆるきさんがピットにいて、お、あれはどっかで見たことあるね。はい、ガガの高橋さんも練習中です。お、高橋さんこれかな。高橋カーさん、君がピットにいます。さて、さっきそこにカメラを置いてみたんですけど、撮れてるでしょうか。君と高橋さんも真面目な話をしています。お、あちら木下さんも今日練習中です。アダケンとねエンジン鳴らしやってました。いやマジで今日いい天気だね。もう今日の走行時間あと15分くらいなんでね、まあ最終調整って感じですかね。まだ練習がね木金と2日間あるので、まあこの天気だったらまだまだねがっつり追い込みができるんじゃないでしょうか。いやーやっぱり110キロからね
ダウンフォース使って全開で1コーナーなかなか迫力あります。ちょっと逆バンクっぽく見える2コーナー、ここアンダー出しやすいんですよね。左セクションがねバンクがついてるコーナーが多いんで、ここのね逆バンっぽい感じのコーナー結構難しいっす。いや芝生はだいぶ育ったね。まあ、コースタグとすると結構砂が出るみたいで、お、これ高橋さんだ。あら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 、あっと高橋さんが止まったぞ。後で何があったのか後で聞いてみましょうかね。いやー、あいつでした。やっぱこの芝生の感じといい、高低差とかバンクがある感じといい、非常に見てて美しいサーキットですね。いやー、こういう素晴らしいコースが近所にあるのは非常にありがたいです。このバンクもかっこいいな。でバンクからインフィールド入って最終コーナーですね。世界戦の頃にはここまでコースが伸びるのかもしれないです。さあ、IFS は走行5時までなんで、あと10分。もうそろそろみんな終わりかな。はい、IFS5 時回ったんでね、走行終了して、現在、お父ちゃんが、芝刈りしてます。通称、正雄くんっていうらしいです。お父ちゃん似合うな。だいぶ砂が出ました。いや結構ねコースアウトすると砂が舞いますね今のところ。練習やっております。あー高畑くんかな今の。はい、そんな感じでね、まあ走行は終わったんで、まあ皆さんあのセットダウンとか掃除とかメンテナンスして明日の練習に備えるって感じですかね。まあこんな感じで軽く寄っただけなんでね、まあ、僕は土日に全日本取材また来たいと思いますんで、まあ近場の方はねぜひ IFS に全日本観戦に来てください。はい、それでは IFS から失礼します。